今回は、DV アニメ呪術廻戦2期第20話第44話のネットの感想、反応を紹介します。思い出からか。25万円。シャツ1枚でこんな高いのあんの？そういやこんなくだりあったな。開いた穴から見せる演出。最終決戦勝ってくらいバンバン味方側が死ぬな。野原の死体は原作でも見せなかったのに、たっぷり尺取りってじっくり見せてきやがって。ノップ楽しそう。ノリノリすぎる。虎杖普通にやられるんかい。覚醒するパターンやろ普通。新内登場。ブラザー。名勝負製造機。新内来たこれで勝る。東堂が服着てる。これはヒーローの登場としては最高の支柱だな。身内にいると超うざいけど、味方だとこの上なく頼もしい。強いだけが取り柄の男、戦闘力 S、指導力 SS、友情力 SSS。さらっと登場、新田弟。新田は京都校？京都の1年生、東京校で補助監督やってたこの子の弟。新田兄弟だと知ってビビった。弟も補助監督だと思ってたら1年生の生徒と知って二重に驚いたわ。はんなりしてたな。俺たちの戦いはこれからだ。渋谷の東堂は鉄塔鉄尾かっこいいから困る。それはそれとしてキモい。こんなにかっこいいのに気持ち悪い絶妙なバランスのキャラ。相変わらず強しえな入れ替え。東堂の安心感よ。カットイン演出が入るな東堂。単純だけどめちゃくちゃ面白い術式だよね入れ替え。なんでこんな覚悟決まってんの東堂。ほんとかっけえよなここ。治療系の術式もあるんだな。エクソ強い回復能力。回復というか時間停止か状態保存の能力なのかな。炎症止めなんじゃないかな。刺されたら炎症で死ぬっていうし。助かる可能性はゼロじゃない作者の気が向けば。本当にゼロじゃないんか？これのせいで未だに釘崎の生死が曖昧なんだよな。作者は釘崎が助かるかもしれないという読者に期待を抱かせる演出入れたのなら、ちゃんと助けないと。言うほどナナミンと付き合いあったっけ？いろいろ教えてくれたの五条よりナナミンじゃね？付き合いある範囲では一番ちゃんとした大人だったし。東堂とナナミンの虎杖に対する最高の教師っぷり。あの、五条先生は？映画見る特訓させただろ。あと何してたっけ？警定剣を教えたろ？今回一番気合入ってない？そらまあ一応主人公の活躍だし。原作の時もそうだけどなぜ破いて脱いだ？学ラン矢印シャツ矢印半裸でダメだった。なぜ脱ぐのか、それは着てるからだ。めっちゃ面白いじゃん。割と真面目に呪術のベストバウトだし。美和ちゃん、真のヒロイン来たな。役立たずちゃん。一番の美少女来た。ヒロインすぎる。作画に恵まれすぎだろ。近年のアニメは嗚咽する美少女の作画に力を入れる。京都校メンバーで最低ライン超えてるのが東堂だけってひどくない？カモは送電持ってるけど能力やフィジカルもいろいろ足りてないしな。派手な戦いだな。アニメスタッフ何人死んでるんだよ。うわぁ、キモい。なんだこの演出。なんやこれ。なんかキモいけどかっこいい。キモいけど。何を見せられてるんだ。なんなのこのイメージ図。こんなシーンあったっけ。存在しない記憶。必殺技演出笑った。パチンコの当たり演出みたいな。本当にパチンコ演出の術式持ちが現れるからちょっとノイズ入った。それでいいのか東堂葵の虹キラキラ当たりはもうやけくそでやってるだろ。かっこいいバトルなのに気持ち悪いよ本当に。東堂の演出は1体？国戦のバーゲンセールだな。ぶっちゃけただのクリティカルヒットみたいなもんだしな。そもそも敵味方問わず国戦で倒しきれた相手はいないんだわ。波の特急なら国戦1発で死ぬはずだがどいつもこいつも HP バーが上限突破してたり例外バリア張ってたりと国戦が有効打にならねえんだ。終わるの早いな。通過聞いてないんかいゴリラキック。あんだけシャット作画パワー使った東堂国戦が特に聞いてないってなんだよ。こいつら実は仲良しだろ。なんかアニメで見ると真人がめちゃくちゃ良いキャラに見える。ほんと呪いそのものって感じで楽しそう。強烈なインパクトしかない回だった。今週は真人の演技がとにかくノリノリだったな。松岡くん同様に信長くんも悪役の演技の方が輝いてる気がする。東堂とかいうキモいのにかっこよくて頼りになるベストフレンド。これまで絶望的だったのにちょっとだけ形勢逆転の雰囲気になってきた。東堂のポジティブさはすがすがしいよ。東堂来るとなんとかなりそうよね。絶望的な状況下での東堂のブラザー呼ばわりの頼もしさよ。うん、東堂出ると安定感あるよな。セリフが中二病っぽいのに合ってんだよな。東堂は高校生と思えない成熟した精神で、おっさんの俺も元気出てしまった。東堂出てくると一気に明るくなるな。ずっとシリアスな展開でこっちも虎杖になりそうだったから良いわ。東堂の持つパワーみたいなのせいまじいな。めちゃくちゃキモいけど雰囲気一気に変えるし、まこら少な東堂あたりは変えてて楽しいだろうな。呪術廻戦はね、東堂廻戦だったんだよ。東堂の領域展開見たかった。
今日のクソ長国戦演出がある意味領域展開だった。存在しない記憶じゃねえか。ファンパレでありそう。とりあえず高田ちゃんが好きな男がイタドリだって勘違いして河原で殴り合っていいな男の子ってって高田ちゃんが言うのはやった。タンタカタン言わせるだけのために黒沢智代呼んだのかこのアニメ。高田ちゃんのタンタカタンあたりでダメだった。なんで東堂の国戦演出が無料空所みたいになったの？この流れを 0.01 秒内でできるやつだからな。 0.2 秒の領域展開とかよりすごい。プリキュアの変身みたいなど派手演出。こんなプリキュアねえよ。野原と東堂の術式コンボ強力そうだよね。というか東堂の術式が強すぎるんだわ。あれ呪力があれば問答無用で発動するんだろ。呪術師って複数で組んでコンボ組み立てたり、バフやデバフを掛け合いながら戦う方が最良に思えるけど作中では単独行動が多いね。正解たどりかわいい。東堂の異空間はもう領域展開というか無料空食らったみたいになるというか、正解たどりのとこで吹いた。もうあんな明るいたどりなかなか見られない。東堂がよくわからん宇宙空間にいる演出笑った。高田ちゃんがいたな。東堂は気持ち悪いんだけどかっこいいけど気持ち悪いを言ったり来たり、良いキャラだわ。一瞬表紙の東堂一家をフラッシュバックしてすっごく気持ち悪かった。キモ？コネクト歌いそう。明るくした。もっと明るくした。くっしょ。東堂ってブラザー以外には割と嫌なやつじゃなかった？だからイタドリ以外の全員から嫌われてるんだろ。女の趣味違うだけで殺しに来る気丸々いやね。フルベユラユラしても仕方ないよね。見応えあるバトルですごかった。東堂一騎だ遠ざかったけど、今回いいキャラだったわ。この漫画、アニメになると、ああ、そういう術式なのねとわかりやすくなるよな。マヒトはアニメ映えしすぎて漫画媒体でやったの生まれる場所間違えてたなとちょっと惜しくなった。今日の最初の流れから雰囲気一瞬で変えれるの、マジで良いキャラしてるよな東堂。東堂はどんだけ持っても東堂なのよな。キャラが強すぎるわあいつだけ。マヒトは呪術師にとって最強クラスの敵か。手で触れたらアウト手数多いし一般人いたら補充される魂攻撃できないと五条みたいなアホ火力で潰さなきゃ倒せないその場合多分逃げられるクソだな。東堂が出ると作品の質がワンランク上がる。モーガン・フリーマンなのかもわからん。強いんだろうけど上位陣と比べるとそんなに強いわけでもないんだろうに。ちゃん格上とも戦えるあたり、もらうさにアスパコーンを彷彿させる。術式がサポートとしてはぶっ壊れてるから共闘すると面白いんだけど。短期の攻撃力が身体能力頼みだから特級にはなれないタイプだな。呪術廻戦2期第20話第44話のネットの反応いかがでしたでしょうか。東堂が来てくれると安心感が違う。国戦演出がめちゃくちゃ気合入りまくりかつ気持ち悪くて笑った。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。